関山貝塚の説明版関山貝塚は、埼玉県蓮田市関山一丁目周辺に所在する、縄文時代前期、約6,500年前の貝塚で、関東地方の縄文前期の土器形式関山式の標識遺跡である。関山貝塚一図は浅川砂岩の大地の南西円標高15メートルの地点に立地し、現在の水田面との飛行差は8メートルである。 発掘調査によって出土した貝類は貝外が七七十点四パー77.4%、山としじみが十五点七パーセントを占める。海層の中からは、重骨、鳥骨、魚骨、くるみなども出土している。関山愛敷土器の一括資料は埼玉県の指定文化財になっている。関山貝塚は明治時代より知られており、九百二十八年大仙島絵画研究所が、 発掘調査し、出土した土器を、蓮田式として位置づけて、以来注目されるようになった。その後、1938年に、山内起用によって、蓮田式が細分化され、関山式が提唱されるなど、学史上著名な遺跡である。1989年の調査では、地点貝塚が6箇所確認されている。関山貝塚は現在、 埼玉県選定重要遺跡になっている。大仙歌詞は宮坂光次池上圭介、東京湾に注ぐ、主要渓谷の貝塚における、縄文式石器時代の変年学的研究予報1、文全学雑誌3から6、1933年。ありがとうございます。